ちゃこんにちは。あれ、ゆたかさん、はい、このマスク、もしやエアリズム、え、一番今手に入らないらしいな。そうですよ、どうしたんですか。まあなんとか手に入れたんだよ。へぇ、でも、はい、これね、はい、やっぱひんやりする。え、どこらへんひんやりします。いや、こうつけたところらへんがひやーっとする。え、あのムシムシすることもない。まあ、長くつけてると、はい、それはあれかもわかんないけど、はい、これ意外とやっぱいいよ。あれ、3枚セットとかですよね。3枚セット。残り2枚はどうしたんですか。いや、これ洗濯した時のように取ってある。あ、替えようにか。そうだそうだよ。いいな。やっぱ意外、これしっかりしてるしね。で、生地も柔らかくて、柔らかい柔らかい、いい、あ、いい。あれおかしい。あ、すごくいい。いいな。いいでしょ。はい、はい、まあちょっとこちらのね、ユニクロのエアリズムも、まあ、話題になってますけど、一個ちょっと話題になっていたのが、はい、どうしたの、巨人の原監督、150万円の掛けゴルフ、1打5000円でプレー同伴者が証言で、ちょっとこれ、びっくり、6月24日に出たんですけど、知ってました。知らない、初耳だね。まあ、でも原監督はこの記事に対して、まあ、抗議すると、で謝罪文、あと取り消しももちろん求めるというふうに言ってるんですけど、豊川さん、まあそのぐらい、あの強気に出てるということはしてないんだよね。はい。たださ、うん、俺思うんだけど、そう、人のその金の価値観ってやっぱり人それぞれ違うよね、うん、はい。例えば100円だったら、もういいよっていう人と、うんうん、1000円だったらいいよっていう人もいれば、はい、いや100円、いや俺生活するのに100円大変なんだって言う人もいるし、それも金の価値観によって、仮にかけたとしてよ、仮によ、はいはいはい、それはもう全然意味合いが違ってくるよね、まあ、だから一般的に言えば1打5000円、そう、1打5000円、1打5000円っていうのは、はい、じゃあ原監督にとっては大きな金なのか、ちっちゃいのかって言えば、ちっちゃいでしょ、ちっちゃいのかもわからないし、はい、それはある人だったら5000円だったら、いやそんなブルっちゃってできないよっていう人もいるし、もちろんこれは金の価値観だからわかんないんだよね。あとこれ明確に、うん、そのまあ書けばダメですけど、明確にいくらとかっていうのが決まってないですよ、賭け麻雀の時も。賭け麻雀の時もその人それぞれの価値だからわからないよね。そう、明確、じゃあ本当にダメなら1円でももうダメっていうふうにしちゃえば、そうそうそう、あれですけど、そういうその、ね、決まりの単位も決まってないですし、うん、でまあ、もちろん抗議もしてます、そんなこと一切ないっていうふうにしてますし、うん、あのほら、誰もがれ、明美さんが、はい、あの薬物疑惑みたいなので、うん、明らかに誰もがれさんって分かるように書かれて、まあね、であのちゃんと なんで検査しなきゃいけ なかったのか、私は意味が分からないんですけど、してないのに、それを明らかにするために誰逃れさんが自ら検査するとおかしな話じゃないですか。まあやっぱりいろんな垂れ込みとかいろいろあるんじゃないの。あと例えば本当に根も葉もないネタで、例えばちょっとこう購買数伸ばしたりとか、後で謝ればいいやみたいな感じなんでしょうか。いや、訴えられたらやっぱこう名誉毀損で、やっぱ裁判とかになってくると多額な費用もかかるでしょ、はい、そうですよね。だからまあそんな、なんていうの、軽はずみではやらないとは思うけど、うん、もうジャイアンツ側が抗議するって言ってるわけでしょ、はい、そしたらまあ相当な自信があるということだよね。そうですよね。だからそれに対する証拠だったりとか、うん、もう明確なものを出さないから、出さなきゃいけない、名誉毀損になりますもんね、うん。ただこういう裁判ってさ、意外に長く伸びたりだとかさ、はい、いつまでも引きずらなきゃいけないっていうのがあるから、はい、結構こう訴える方はやっぱ萎えるんだよね。訴えられる方はもうダラ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 やっときゃいいけどさ、はい、まあ、そういう風潮が日本の裁判にはあるから、だから日本の場合はさ、そういうとテンポ感が悪すぎるよね、うんうんうん、だからそういう意味では、まあ、訴えるという脅しなのかもわからないけど、はい、だから原監督のさ5000円っていくらぐらいなのかね、聞いてみてくださいよ、高さん。いやいや我々はいくらなんだ。そう、まあ例えば、はい、普通の人だって握ったりとかする人もいると思うよ、うんうんうん、まあ1打100円とかさ、うん、終わってみたら、はい、何千円負けたとかさ、うん、じゃあそれはよくて、うん、じゃあ5000円だったら悪いのかっていう話だよね、うん、そのお金の明確な単位が
ないですからね、どっからがダメでどこまではいいとか。だって年間さ、まあ、例えば3億稼いでる人に、はい、3億稼いでる人が4人集まって、うん、じゃあ5000円でやりましょうって、ああ5000円かって、うん、ああもう5000円ぐらいかって思うかもわからないしね、うんうんうん、だからまあ一般的には高いかもわからないけど、はい、もし本当であれば、はい、だけど5000円だったらさ、うん、ああそのぐらいだったらいいよって言うかもわからないしね。あ、まあ、昔とかね、昔選手、その昔ですよ。昔はなんか車を置いてったとかな、車とか持ってきた車を負けたから、まあ、そういう話も耳にしたことはあるよ。すごい、まあ、すごいですね。なんかすごいファンタジーな世界ですね、うん、まあ、だけど、まあ、一般的な賭博っていうのは良くないからね。もちろんもちろん、うん、まあ、トランプで捕まった人もいるし、うん、麻雀とかもあるし、はい、で麻雀なんか、まあ、コロナ期間中にね、はい、やった政治家みたいなのがいるし。でもその政治家の方は捕まってない。捕まってないよね、そのお金の単位が。いや、だから人によってちょっと違うからさ、うん、だから何とも言えないよね。まあ、そうですね。いや、でもやってないって言うんだからさ、うん、それもそうですね、訴えるよね。これでなんかね、ダークなイメージとか嫌なイメージつけられてしまった。せっかくさ、プロ野球が始まったのにさ、なんでそこ言うのかねみたいな。だからこういうふうに証言する人が出てくるっていうのは、これなんかお金が欲しいんでしょうか。なんなんだろうね。なんなんでしょう。俺も意味が分かんない。人のことはいいじゃないかって思うけどね、うんうん、もうこの世の中でなんでそのスキャンダルだとかさ、いろんなものを取って面白がる、うん、何の意味があるのかなと思う。そうですよね。やっぱ見てる方は皆さん、人の不幸は蜜の味で、やっぱ楽しいですか。やっぱ楽しいんだろうね、うん、でも結婚式の話よりも葬式の話の方が思い出深いよね。思い出深い。いやいや、だって結婚式なんかさ、はい、その当人がさ、はい、幸せだって、はい、別に我々が幸せなわけじゃないじゃん。まあ、それを見て和むというかね、おめでとうという。でも葬式だったらさ、回想話ができるじゃん。あの時こうこうこうだった、うんうんうん、まあ、あいつは面白かったなとか、はいはい、あいつこういうところがあったんだよとか、うん、花は咲くよね、うん、まあ、イコール不幸話はみんな好きなんだよね。まあ、それはもう昔から変わらないってことなんだよね。変わらないよね。だからまあそういう、なんだろう、まあ、まあどうでもいいけどな、そんな話はね。そうです。まあどうでもいい話を喋ってるんだけど、まあ私たちもね、私たちも喋ってるんだけど、まあ、でも俺は同級生として花がね、はいはい、いや、あいつはいやもうクリーンだから、うんうんうん、だからそんなことはしてないって言ったらしてないよ、うん、いや、それを信じるだけです。そうですね、あとやっぱりこう目立つ存在の人とかってどうしてもこういうふうにされがちですよね。言われるよな。そう、だから本当にあんまり、例えばプロ野球選手でもそんなに活躍してないとか地味な人は取り上げられず、やっぱ鼻のある人がどうしてもこう狙われちゃう。まあそうだよね、うん、まあその方がやっぱり一般の人は食いつけがいいからね。あ、分かるしっていうことなんですね。だからもうこういうネタはさ、プロ野球がせっかく始まってんのに、まあ、なんでそういうことで騒ぎ立てるかなと思うよね。それかこれ開幕に合わせて取っといたとか、可能性はあるよね。開幕して1週間ぐらいしたら出そうとかっていう狙いもあるかもしれないですし、でもちゃんと背筋伸ばしてジャイアンツ側を対処するって言ってるわけだから。あ、そうです、そうです。あ、だからもうそれはそれでそういうふうにやってほしいしね。そうですよね。で今巨人すごくいい状態で試合できてるので、まあまあそんなことじゃ動じないよ、原監督は。もう本当にもういろんな、そうですよね、経験もされてるし、もういろんな修羅場をこうやってさ、やっぱくぐってきてるし、我々もそうだけどさ、はい、いろんな修羅場があるよ、もう60過ぎると。そうですよね。だってプロ野球選手だっていろんな書かれたりとか、昔から昔からあるよ。でそれが現役引退してもいろんなこと書かれたり、追っかけられたりとか。お前なんか俺の目を見て笑ってんな、お前。笑ってないですよ。バカ野郎。笑ってないですよ。いやだからなんでね、この記事だけ今日なんか豊子さん、これ俺取り上げるぞとなったんだ。なんでかな。バカ野郎。俺もさ、いろいろ言われたから。最近？最近ね、もう最近じゃないな。もうずいぶん昔みたいな感覚だけどさ、いろいろあるよ、やっぱね。いろいろあるけど、真実は一つしかないわけよ。でも、はい、ね、そんなさ、オナーになるとか、うん、そういうことは全くね、やってないわけだし、はい、ね、いや、俺じゃないよ、俺じゃないよ。いや、そう、豊さんじゃないよ。でもな、豊さん、もうそういうことをそうそう、もう面白おかしく書くのは、
もうやめた方がいいっていう。そうですよね、やっぱやめた方がいいですよね。そういうふうにネットでそういう噂とかイメージもついちゃうんですよ。イメージがついちゃうんだよな。嫌ですよね、歩いてたってね、豊さん。逃げ場やめろっつうんだよ。